まあ、あの人生にはやっぱり、上り坂下り坂そしてまさかという坂があると。でそのまさか例えば今までずっと順調に来ちゃったけども急にですね何かこう、突発的なあの事故に遭うとか、まあ、病気になるとかいろんなことがあった時にやっぱり自分を支えてくれる非常にそのポジティブなご縁を持っている方こういう方をやっぱりきちっと自分の周りに置いておくことによって自分の立ち直り方が変わるということを言われてました。そしてそういう自分にとって必要なご縁というのはもう何が何でも話したらダメだよということを言われてました。自分もまさしくその通りと思いまして、あの自分にとって本当に素敵な方っていうのはもう少しでも時間をとって、仮にですね距離が遠かろうが、まあ、沖縄であろうが東京であろうが、まあ、そういうご縁をいただいた方には、まあ、遠かっても僕は会いに行くと。やっぱりその自分のこういうあのライブ配信ができる時代ですけども、やっぱり自分のね、あの体をですね、そこの場所までね、やっぱ運んで、実際そのエネルギーをきちっと交換するというね、あのそういう行動を起こした方が、やっぱりご縁というのはつながっていくかなというふうに思っています。はい。まあ、人を疑ってかかるという人も結構多いと思うんですけど、まあ、どちらかというと僕はもうあのフラットな状態で人付き合いをまず最初にします。そしてその中で、その人をその今一瞬点で見るということをあまりしないようにしてですね、今例えばそのご縁があった方がですねものすごくこう今疲れててなんかすごくこう大変そうだけどもその過去はこうでああでっていうことの、まあ、ストーリーというかその方のストーリーバックグラウンドをきちっと見ながらですねあのこの方の可能性はどうだろうかとかやっぱりあのまあその役職とか職種とかその今の成功の度合いを見るんじゃなくてその方の持ってる価値観とか人間性とか人間力そういうところを僕は見るようにできるだけしてましてあの応援していきたくなる方っていうのはたとえ成果が出てない今現時点で出てなかったもやっぱりバックグラウンドいろいろとこう話聞いてるとそのストーリー性にものすごく惹かれることがあると思うんですね。だからそういうことを僕は常に、若い方々に言うんですけど人の出会いはですね天然物を見たらあかんよ。とにかく過去から現在そして未来に向けてのやっぱり熱意とか未来こういうふうにしていきたいああいうふうにしていきたいという夢を持っている方とやっぱり一緒に出るとですね自分もそういうところにエネルギーを高めていけるんじゃないかとそんなふうに思っています。まあね、今日はちょっと結構これ今すごく今日はね結構冷え込んでますけどね冷え込んでる道頓堀のところで風吹きながらやってますけどまあこういうちょっとこう寒い時にライブ配信するとですね身が引き締まって逆にですね前もちょっと配信しましたがあそこにねホームレスの方がですね、コインを入れてください今日の晩ご飯は何ですっていうやっぱりやってます。今日もやってました同じ人ね、もうちょっと入れてきましたけどもやっぱりその人生何が起こるかわからないもう本当に今順調にいてても、まあ、本当にまさかがあるかわからないし、まあ、そういった時に支え合える一番どん底になった時に本当にこの励まし合ってそれもこの気分の波合いじゃなくて、もっと個性を合わせようって言って落ち込んだ時に元気のパワーを与えてくれる人そういう人をやっぱきちっと、これから持っておけばいいんじゃないかと、まあ、そういうご縁を大事にしていきたいなということをこう思った次第でございます。我々、まあ半世紀に、ね、なるといろいろなことを考えることが多いと思いますけどもやっぱり人それぞれの価値観があるし、まあ、歩んできた道が違うし全く同じ人生というのはないと思いますからねそこはやっぱりきちっと、本当に受け入れるというかやっぱり尊敬するでその上でやっぱりどういうようなお付き合いしていくかということで、ね、バランスよく見ていったらいいかなと思ってます。はい、この後また見ていただく方いらっしゃると思いますけどもライブ配信毎日続けてます。明日は103回目になりますのでぜひ、興味がありましたらいいねとかいいねボタンそれからコメントなどね入れておいていただいたらありがたいです。ということでありがとうございました。今日も見ていただきましてありがとうございました。まさるさんまたよろしく。それではさよならバイバイ。